ジョーシャーロンは中華人民共和国、上海出身の小説家、推理作家、詩人。北京外国語大学で英米文学を学び、1988年よりアメリカ合衆国で生活している。2000年、英語で執筆した推理小説、上海の赤い石で小説家としてデビュー。以降も、同作に始まるチェンケーブシリーズをアメリカで英語で発表し続けている。 著作はフランス語やドイツ語、スペイン語、イタリア語、北欧の諸言語、中国語、日本語などに翻訳されている。名前の漢字表記のケゴロモシャオロンは、日本語の読みでは、旧、小流、中国の共通語では、中シャオロンと読むが、アメリカでは、英語風の発音で、ジョーシャオロンと自ら名乗っていることから、デビュー作の、上海の赤石の日本語役版では、著者名の表記は、 乗車アロンとされた。1953年、上海生まれ。小学生の時に文化大革命が始まり、香水ショップのオーナーだった父親は、ブルジョアとみなされ裁判にかけられた。英語を独学した後、北京外国語大学で英米文学を学び、奨学金を得て1988年に、水リ州セントルイスワシントン大学に留学。中国にいる頃に、 すでに詩や評論を発表したり翻訳を手掛けるなどしており、作家協会の会員にもなっていた。1989年に天安門事件が起きるとアメリカ合衆国に止まる決意をし、以降、セントルイス在住、ワシントン大学で中国文学を教えている。2000年デビュー作の上海の赤い石を観光。この作品は、 上海警察殺人家の警部であるチンソーが活躍するミステリー作品。この作品でアメリカのバウチャーコンで毎年実施されるアンソニー賞の最優秀デビュー長編賞を受賞し、アメリカ探偵作家クラブの最優秀デビュー長編賞にもノミネートされた。以来、チェン警部シリーズを次々と発表し、2010年までに7作品が刊行されている。また、 シリーズ外の短編集、イヤーズ・オブ・レッド・ダストは、英語圏に先駆けてフランス、続いてドイツで刊行されベストセラーになった。チェーン・ケーブシリーズは中国語訳も刊行されているが、舞台が上海から H ・ c t に変更されるなど、地名が全て変更され、政治的に問題のある単語や文は削除されている。英語で執筆し、基本的にアメリカ合衆国で観光。 ただし一部、フランス語に訳したもののみ刊行されており、英語では刊行されていないものもある。デス・オブ、エー・レッド・ヒロイン、エー・ロイヤル・キャラクター・ダンサー・ウェン・レッド・イズ・ブラック、エー・ケース・オブ・ツー・シティズ・レッド・マンダリン・ドレス・ザ・マオ・ケース、ドント・クライ・タイ・レイク・エニグマ・オブ・チャイナ・シャンハイ・リデンプション、ホールド・ユー・ア・ブレス、チャイナ・ビカミング・インスペクタ・チェーンいつも先行している。フランス語版はなし。 インスペクタチェンメという自伝とチェンの混ざった短編集を連作短編に書き直したもの。インスペクタチェーンザ、プライベートキッチンマーダー中国の詩を英訳している。英語での原表記はチェンカオ。これは中国共通語ではチェンザオと読むが、日本語訳、上海の赤い詩では英語読みでチェンカオとされているのでそれに従う。AT ホームオンラインウィズミステリーリーダーズインターナショナルチャシャロングインターベドバイカーラブラックオクトーバー2003ありがとうございます